はいそれでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。1、えー、日1冊読書家のマルスです。このチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をレビューしていくという内容になっています。で、普段はビジネス書とか、えー、心理学の本また英語学習についての本をご紹介することが多いんですけれどもその他のジャンルについてもチャンネルページに再生リストが作ってありますのでよろしければそちらからご覧ください。またこの動画の説明欄にもリンクが貼ってあります。 で今日ご紹介する本は、えー、こちらの「世界遺産77」というタイトルの本になります。で本というか、まあ、雑誌ですね。でえーとまあ、内容はまあタイトルの通りなんですけれども世界遺産を77個紹介しているという内容になっています。で、えーとまあ、どの地域の世界遺産を紹介しているかというところを、まあ、簡単にご説明をしますとヨーロッパから32個で、えー、とアジア中近東から、えー、大体17個かな。 で、アメリカから13個。で、アフリカ・オセアニアから11個ですかね。ちょっと計算間違ってるかもしれませんけども、それぐらいの割合で紹介されてると。なので、まあ、ヨーロッパが多くて、あとはアジア、中近東、アメリカ、アフリカ・オセアニアっていうのがま1対1対1ぐらいの割合で紹介されてるという内容になります。で、えっ、ー、と、まあ、この本の特徴としては、アクセスという項目がありまして、えー、まあ、日本、 ですね、成田羽田空港からその世界遺産のある都市までのアクセスを表記してますというのが特徴です。で、えっと、距離と行きやすさまた治安ですね。 でえーとまあ、そういったパラメーターで、まあ、アクセスがいいか悪いかっていうのをまあ表現をしてますで。あとは面白いと思ったのは弾丸トリップということで日本を出発して最短でその目的の世界遺産に行くのに、まあ、どれぐらい日数が必要かということが書いてあったりとかあとは一般的なツアーで行くとどれぐらいかかりますかとか、まあ、そんな内容も書いてあります。でもちろんベストシーズンというのも紹介されてまして、まあ、こういうお祭りがありますとかこういう気候の特徴があるんでこの季節が えー、おすすめですよということも書いてあります。でその他はあのまあ、簡単なその世界遺産の歴まあ、背景であったりとか、えー、周辺地域の特徴なんかを説明しながらまあ、主に写真で紹介しているっていうのがまあ、メインになってます。で写真が非常に綺麗で。 えまあ有名なあの写真家というかあのだと思うんですけどもアフロというえまあ写真家の集団だと思いますけれどもえまあそこが写真を提供していたりとかほ他にも個人の写真家さんもいくつかあの写真提供されてるみたいなんですけどもまあとにかく写真が非常に美しいというのが印象的でした。 でえーとまあ、私はです、ね、今あの、アメリカに住んでいまして、えーとまあ、旅行が好きなんですけれどもいくつかこの本で紹介されている世界遺産にも、まあ、行ってみましたでもうここから先私の、私、まあの感想なんですけれどもやっぱりです、ね、こういった世界遺産とか、まあ、有名な、えーまあ、歴史のある地域というのはで,す、ね、あのできれば若いうちに、まあ、お金と時間に余裕があれば行ってみた方がいいと思いますでむしろあのお金とか時間に余裕がなくてもです、ね、無理してでもやっぱり行った方がいいんじゃないかなというのが、まあ、私の意見です。 でなぜかというとやっぱりこういった世界遺産非常に美しかったりとか、えー、まあ荘厳な雰囲気を持っている世界遺産というのは必ずそこに人の歴史というのがあります。でそこにはまあ宗教であったりとか 民族間対立であったりとか、えー、まあ他にも政治とかですねさまざまな要素が絡み合ってその世界遺産っていうのを形成してますで、まあ、もちろんあのそういった背景があるものを多分世界遺産として登録しているっていうところもあると思うんですけれどもやっぱりその人の営みっていうのがですね非常に色濃く反映されていることが多いなということをまあ感じます。でそういったところにまあ若いうちにですね行くとやっぱり自分が思っている世界っていうのがまあ必ずしもその一つではないんだと。 あというか自分が思っている世界だけが世界じゃないんだということをまあ痛感しますしまたそこにある歴史っていうのを学ぶことによって、まあ、自分が直接は体験できないんだけれども、えー、まあ過去の先人たちが経験してきたことっていうのをまあ疑似体験するような感覚がまあ私はあります。 でですので、えーとまあ、こういった世界遺産にです、ねまあ、訪れる際にはあのー、少しでもいいと思うんですけれども何かその世界遺産が持っている背景をです、ね、少し調べて、えー、行ってみるというのが、まあ、面白いんじゃないかなと思います。 でもちろん自分のその感受性というかですねあの知識とか経験感受性っていうのはやっぱり年とともに変わっていきますから同じ世界遺産に訪れたとしてもあの2回目に訪れる時には、まあ、多分また違った風景っていうのが見えてくるような気がしてます、まあ、そういったところがやっぱり旅行とかですね世界遺産の素晴らしさかなと思いますでこの本まあの本当にさっきも言いましたけれども非常に美しい写真がたくさん紹介されてますので、まあ、これをパラパラ見ながらですねそういった世界のさまざまな歴史とか えー、まあ、文化にですね、こう思いを馳せるっていうのが面白いんじゃないかなというふうに思います。はい、えー、まあ今日は以上になりますで。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタンの方ぜひよろしくお願いします。